ここ数年で自分が上手くなったと感じるとき、いやマジでないな。1年ぐらい前はあったかもしれないけど、うわこれインドラいない。まあ、フェニックスですね。フェニックス、あー呪文もねえから柳目もちょっと強いな。柳目ちょっと強いね。遊戯王とやん。ピアノの元プロです。ピアノ弾きながら試合してたやつです。片手で携帯、片手でこうこうやってピアノ弾きながら試合してた遊戯王と。あーお前だるいて。あ、リガ取ります。リガ取って、トルネ取られるとマジでめんどくさいことになりそうだな。古すぎだろ。ウォールブレイカーとアウトローかな。いやダメか、ハンターかな。治ったかな、すぐ行かれる。ウォールブレイカーとマジでどうしよう。相手ユニットっていう概念がねえな。いや、吹き矢もちょっといいな、これ。これ吹き矢だな、絶対。いや、文句か。吹き矢にしよう。キョスキかなとも思いました。キョスキでもいいかなと思いました。まあでもいらないかと思って。いや、キョスキだったかもね。これ。止まんない。止まんない。守れない気もする。取るね。ああ、治った。よかった。マジ多分重いんだよな。あ、え？あっつ！サービス来た。絶対ミスんだ。あーん！あ、絶対。最悪。絶対ミスったな、今。うわ、これ、エレジャー金魚できてたんで、勝ってました。今のできてた。これマジでやば。もったいな。俺のとこにも。ラグが訪れてる。さあ、トルネ入ればね。何食えでしょ。ずるいって。いやーでもこれでかい。吹き矢の。めっちゃいいファイブしてくるよ。遊戯王となんかエリシャイ最強の時も使ってたっすね。エリシャイ。いっつも使うやん。好きなんだろうな。さあ、一旦ね、低めのね、安心安全テスラね。だいぶ安牌のテスラ置いてんな。本気だこいつ。エリポンに対しての魂の込め方が俺らよりも本気だ。これファイブだな。タイム3個ぐらい置いとけば。え？エリシャイ？だからロイシャイ取ってた。あれ？ロイシャイ取ってたっけ？俺の記憶だとエリシャイだったんだけど。エリシャイも取ってるわ。両方取ってた。だる。普通にだるかった。縛ってく。いいね。美しいね。それは。しかも文句今固まったもんね。
なんちゅうデッキや。分からせる時が来た。先輩、こいつ後輩です。麦炭後輩ですから。ファイボ、初手ファイボ。やだなぁ、麦でよ。で、麦とか絶対ピック下手だろ、こいつ。俺の感覚的に。絶対こいつピック苦手だぞ。絶対苦手だぞ、麦。何も考えてないぞ。そう、ライチさんがよく言う。大人の厳しさをね、教えてあげないといけない。先輩だからな、分からせてあげなきゃ。分からされるかな。マジアッチャファイボね。安牌取ってくんな。麦も安牌にね、落ち着いちもうたな、こいつも。年齢重ねて。縦線とかあったら使った。麦ってだって、俺の4つ下とかっすよ。若すぎんだろ、こいつ。くっそ、俺が勝ったら名前のタンを取り除いてやる。麦くん、安牌だな。ディガーね、うまいやつあるあるのね。はい、ディガーで削ってくるやつね。わーだる。ディガーホールブリーカー完成しとるやん。なんか これときめいちゃった。いや微妙かな。え、マジで俺のときめき。いや、ラットタンにならねえよ。ラットタンになんねえよ。負けとるやんけ、俺が。ふざけんな。麦田のターン、俺が取り除いてやる。え、アーチャーあった。あ、待って、やべえ。いらねえことした、俺。あ。やばい。いや、俺、やりゴムしか見えてなかった。うっ。つるいって。しょっぱな来んのかな、麦って。してこないだろうな、絶対。してこないよね。え、でも金魚さんと終わる俺。危ねえ。ビビる。あ、麦それ。やばい、金魚とされる。やめて、金魚としないで。やばい、やめて。危ねえ。麦炭金魚が下手と。よしよし、メモメモ。待って、やばい、マジで、金魚とされる。金魚とやばい、ほんとやばい、グッズされる。やばいやばい、ロケは何で残った、お前。こっち来い。あ、ですよね。そうやってシャシャったか、これ。いや、でも、スケラ飾りです。なんでスケラだったの、俺。相手が麦炭だから、絶対動揺してる。名前で、名前に負けてる。ネームパワーだ。名前に負けてるぞ、今。ビビってやがる。いや、ドリルで勝てばいい。ドリルレイジで。あー、そのオールブレイクうまいな。ちょっとうまいな。文句めっちゃ来るやん。侵入しすぎ。
うまっ。ちょっと待って、こいつうめえぞ。ちょっとみんな、これだって、おい絶対勝てないやつや、ふざけんなよ。待って、絶対勝てないやつや。ちょっと待って、今から勝つ。いや、アーチャー、マジで勝つよ。読み打っただけやめてな。次、いや、俺の思ってると違うな。あ、こいつマジで、お前、うわっ、参りました。いや強い。めっちゃ強え。え、お前メガドラフトは下手であれ、ふざけんな。もう一回来いよ、リュウコちゃん。わー、ファイポイズンなんかすごいあるね。フェニックス、フェニックス強いけどアチャクイも強いんだよな。うわー、今回むずい。これダークフリ強えぞ、取られるかな。ポイ派ね。フェニックス強いんだけど、アチャクイ、アチャクイだよね。やっぱそうですよね。アチャクイですよね。そうですと思う。でもフェニックスは取るよね。フェニックス取んなかったら、だって俺が勝てないもん。うん。いやー、これでもちょっと範囲少ねえかな。いい感じに。ナイトアチャクイか。ボンバー親衛隊まで見える。着受けポイ取ったんで施設取らない。中型呪文ワンチャンレイジでいこうかなって思いもあります。はい、相手のカード次第ではマジでバルーンレイジあるけどな。いや、これスケラでもいい、マジで。いやな、ポイズンか。これディガー取ったかないと相手にディガー削りされちまうことに気づいた。えらっ。ウッドレイジー、バルーン、あ、マジで困ったらね、ドリル取っちゃう癖があるんですよね。やべ、これやったか、やったと見えて、勝てばでも天才だったことになるんで、結局ね、プレイで語れ。うざい、入れさせないよ。最近の流行はね、初手内側ディガーなんですよね。スケラか、スケラはでもウッドとあの防衛レイジあるんで大丈夫ですよ。
何のためのレイジだと思ってんのよ。いいね、いいね。なんならアイスピカ。当たるんかい、まあ、ザッピー。まあ、ちょっと嫌だけど、え、相手スキャンレベル低くね。え、俺の相手スキャンレベル10なんだけど、なんかラッキーじゃね。あー、対応強いな。やべ、めっちゃ微妙な。あ、マジ。あ、レイジ使いとして恥ずかしい、これ。世界一のレイジ使いのために。うん、マジやばい。今のマジでやばいよな。普通にやばいよな、今の。笑えんよな。でも、スキャラのレベル低いのはありがてえな。カツ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 。ディガレージ熱っ。もう一発。いいねー。初戦ポイズン、初戦ポイズン、いくよー。2体揃ってそこだよーんっつって。おい、邪魔だお前ら。ないんじゃない。ちょっと高めボンバーいいね。低めから来んね、色。これと紛れていけばダメージだいぶ入りそう。私は2倍で行くのよ。マシマシ。ホリホリ。おい。正解でした、これが。ってことになるんですよね、結局。正解だったのかは知らんけど。ソロマンティス来た。なんかカード減ったように見えるな。うわ、むずい。あ、やばい。やばい。ランダムドラフトやってる一人で。なんだこの試合。マジやばい。うっ。勝てばいいね。そうさ、勝てばいいんだよ。ジャイ三重視にしよう。プランミッケ。ジャイ三重視です、これ。やべえ。やばすぎ。ジャイ三重視だね。しかない。勝つプラン。いいよ、別に。やるよ、やるよ。いや、だめ、文句言うのか。三重視ダメか、あれ。
マジであるぞ、これ。ぶっちゃけ。マジで、ちょっと。あとは、やばい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 、プリンス。最後ガボムレ取りたい。ガゴムレ取りたいです。雪玉だから取るな。ワンチャン勝てるくね、マジこれ。雪玉取んな。雪玉取んな。え、なんかワンチャン勝てそうじゃない？そんなことないかな、うん、お疲れ様です。メガネさん初手にジャイ取って勝てる説。でかい一発。相手ライトか。ライトと文句ね。マジで勝てそうな気がしてんだけど、錯覚か。うわ、よく間に合わしたな。うわ、あっつー、このボム2ハードぐらい取ってる。マジこれで勝ってたらやばいけど、勝てそう。これだってケツゴルないからの端前ジャイしてプリンスでもいいな。プリンスだと足速いから、これにしとくか。もう一回ゴルナイは多分ぜ、もう一回ガゴムレはね、調子乗りだと思うんだけど。絶対きついぞ、これ。陸受けもねえぞ。しばけ、しばけ、しばけ、しばけ。いや、だいぶしばいた。え？はい。こんにちはあれ、あんなに考えても勝てないのに、ふざけんな。知ってちゃい、知ってちゃいで勝てんだな。あっつー、これ。おい、行くよ。ルーカス。ルーカス来ました。欲しいのはフェニックス、ポイズン、ウッド、エレスピ。あー、バトルムですね。ぽいかな。
違うんだ。わあ、メガナイトめっちゃ取りたそう。取っちゃう、だから相手が取りたそうだったからね、俺が取っちゃうヤンキー、えぐ、ペッカ取っちゃえばよかったのかな。ルーカスです。え、バカ高い。2496だ。あ、ネクロどうってコメントあった。やっぱネクロ強かったのから取ればよかったですね。うわ、内側でいや初手これなんですよ最近は。多分コメント欄の方が俺より上手いです。やっちまえ。お前エイムどうなったの？もう一つやっちまえ。エイムどうなったの？うわ、怖いね。ヒヤヒヤしちゃうよおじちゃん。まあ、マスクされたもんね。絶対間に合った、これ。なんかワンチャン勝てそうだね。なんで右さ、あんだけダメージ入っとん？なんで？いい。いや、フェニックスでするうまい。いい！いい！いいね！あるぞ、これ。マジであるぞ。ルーカスがペッカチンパンしてる。カテーナしか入れないからモンクゴブリンでいっちゃおう。アッツエム、
俺の勝ちだ。うい、来た。大トロゲッチュー。でかっ、やばっ、これでかすぎる。トロトップしてよと忘れるのを現実逃避して、漫画読んでネットリックス見て気持ちよくなって寝る。負けたらね、負けたらの話。まあ、でも俺勝つしな。打ってー、ロケは強いぞ。え、ダクプリ欲しい、お願い、ダクプリ取んないで。はい、まあ、そんなんはね、甘いですよね、正直。縦線いたらもっと熱かったけどな。これラバとかのパターンもあんのかな。いやー、ロケホ欲しい。取っとくと相手がインドラ取りにくいみたいなのもないかな。インドラ取りたいんだよな俺。インドラ取ったら、インドラ取ったら最強になれる。本当にここでインドラ取られなかったら俺の勝ち、ほぼ俺の勝ち。あでしょうね。そうですよね、結局クララってそんなもんですよね。わあ、いいカード取るな、お前も。いつもと違うことしちゃおうって言って。文句言うの忘れてたな。あーやべ、ランバロイ、やばい、待って、守れねえ、これ燃え方やつどれ。え、これミニペッカとかおらんのこれ。うっ、施設もない、冷静になって気づいた。守れんぞ、これ。守れないなら守るなってこと。んなんか守れんくねえ、マジ。もうちょっと完成度高いけどな。スケバレ俺取りたいっすね。スケバレ、俺のスケバレで、スキラはワンチャンないか。なんか2枚攻めが欲しくなっちゃうんですよね。ロイジェイね、これロイジェイ守るの大変ですよ。ヒギウッドタルやるワンチャン。ボンバーとないな、これ形組まれたら終わりな顔してる。いや、そんなことねえな。なんか甘えたな、ホバリングは。と、兄は申しておるぞよ。うわー、スケバレしかない。絶対スケバレだ。チャンピオンなんかいらないんですよ。よし。ブルーロックに洗脳されてるから。洗脳されて何が悪い。と、ぬぬぬぬぬ。いやー、橋前プリンちょっと強えよな。帝国行こう。帝国見にくく泥臭く勝てば正義。さあポイズンしたいけど、文句で反射もしたいみたいな、いい位置。うざくね、ガル、お前なら早い、もう一発。うーん、レイジね。相手だいぶ渋そう。あ、キングキドできた。ボンボ使った。これ攻めすぎに値する？もしかして。いや、アウトローあるから。許せ。うお、なんなら。
仲良くなれんの、あのダクプリとは。やめろよ。いいね、いた。でも勝てそうじゃね勝てそうじゃねって言った瞬間負けるからな、クララって。よう、うまくできてるんだ。はい、ありがとう、はじめプリン。ロイジャー来たら、もうアウトローダックプリ、もう速攻よね。これうざくない？いってらっしゃい。スケバレの落下に命を捧げろ。いや、落下入れって、ここにレイジ使うんだけん、相手。え？沼ってるやん。うざい、うざい、うざい。ロケット押し、うざい。こういうね、うざい攻め大好きなんですよ。俺はうざくないんだけどね。プレイスタイルはうざいよ。大事だからね。俺はうざくないんだけど。プレイスタイルはうざい。あ、そうよくね。なんか、勝つな。なんか勝つそうだな、しないと。やっておしまい？あー、めっちゃいいポイズンされてる。なんで？気づいてた人いるかい？一人はいるだろう。なんで？でかすぎるー。よし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 、26。でかいぞ、26でさえも。26はだいぶでかいぞ。23もらえたら7位です。7位に好かれてるな。ちょっと23行こう。うお、ハイヤーマッチング。え、サンドボックスさ、ワンチャン一桁いなかった？これマジで重要です。あ、待って。あ、映った。よかった。映ってるよな。よしよしよし。いやー、マジ。サンドボックスだと、多分3、え、30くらいもらえるぞ、これ。本気で、本気でやれ。ひらもってくんな。わからん。お主の心が私にはわからん。ああ、そういうことか、普通に。もう俺で行こう。うん。俺の思う通りにやればいい。めちゃウトロ取るやん。ガゴムで取られそう、これ。
うわー、ドリル取りたかったのに。いや、微妙ギガだったよ。いや、ピックは知らん。ワンチャン勝ってるかもしれん。うわ、ギガ。いや、でも、ガゴムの高かったから。胸張っていこう。だって音ずれしてんね。なったか。いやでも相手はギガしかないから、むず。うわー、くそ、いいやつ取れたな。勝てば6位。いや、俺は相手のダメージ許しちゃダメだな。でも迫撃これ来たら無視しないといけないかな。ゴルネイから行こうか。安定するんで、次ゴルナイから行くか。ゴルナイから行って呪文回していこう。よし、集中と怪物は言っている。おい、やべ。いけ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 、ガチいけ、ガチ、ブブ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 、レッツゴーレッツゴーバーボス、レッツゴーレッツゴー。うっ、世界大会常連、そんなの知るか。なあ、長すぎる。やばい、久しぶりに来てしまった。何年ぶりだ、ちょっと待って、何年ぶりだ、何年ぶりだこんなの。世界7位 I'm 7。うわー、気持ちいい。